他ありますか？あの、はい、どうぞ。マイク回していて。あの政策のことについてなんですけども、あの先ほど当初おっしゃったあの原発再稼働についてなんですが、うん、まあ、今回 のウクライナ侵略において、まあ、その原発が要するに狙われて、そのミサイルで撃ち込まれると、うん、戦争になればですね、要するに、いくらその国際法違反だろうか何だろうかですね、そういうようなことが考える中にあって、原発そのものがですね、その国防上の大きな要するに不安要因になるという可能性があったときに、はい、それについてはどのようにお考えになっていらっしゃいますか？もうこれはもう完全に2つに分かれていくのよね。どん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 分かれていくんやけど、まず侵略しようとしているところが原発破壊したら侵略できへんになるから、そんなことはしないって思ってる説の人がもう絶対大丈夫と思う人と、山本太郎さんのようにそこを打ち込まれたら終わりやっていう2つがあるよね。でもうその原発施設がミサイルとかで破壊されるってなったら、もうそれはさすがにもうどうしようもできへんやろな。でもそんなことするんだったら普通に核ミサイルできても一緒やと思うねんけどね。だから世論が二分するのはすごい、あの今もまさにそのチェルノブイリであるとか、まあ、ウクライナの原発施設が攻撃されてるって報道を聞いたときに安心する人と怖いと思う人に明確に分かれてると思うね。だってロシア軍がそこを占拠してくれないと、ウクライナ軍が自ら放射能を漏らす可能性があるじゃん。もうロシアの侵攻に対してドラーってやりかねないから、だから俺なんかはむしろロシアが占拠してる方が安心だと思ってるわけよ。そこにだって乗っ取りに行ってる国を放射能汚染するわけがないと思うんやけど、でも一方でいやいやもうなんかロシアが危ないからウクライナの原発を爆破しに行くんやって言ってる人はもう多分永遠にそっちの頭から離れへんと思うんだよね。でもその噂を流すことによってロシアは自分たちの持ってる天然資源だよね、石油とか天然ガスの価値を上げようとしてるから、もうここはどんどん二極化していくような気がするよね。まあ、ですからあの原発の問題がエネルギー政策というより国防の問題としてもうこれから語られていくのかなっていうふうに思ったときに、今徳島がおっしゃるように結構その二分化というところで必ずその再稼働といったときに突っ込まれる要素にはなるだろうなっていうふうには聞いてます。だからもちろん突っ込んでくる人に説明しても無理や。あのもうだから時代はあのテレビが国民に情報を出す時代じゃなくて、ネットでどちらかの情報をもう集中して取る人たちの、あのそういう時代に変わっているので、もういわゆる前から言ってる山本太郎さんの原発施設を持ったらそこを攻撃されたら一撃で終わりじゃないかって信じる人はもうそれに人たちに何言っても無理だよね。危ない危ない、自分たちは電気使いまくってても原発なんて危ないっていう人にもうどんな正論を言っても無理ですよ。で一方でその原発がなかったら逆に攻撃されるんだと思ってる人についてはそれは多少のリスクはあるよねと、車を運転してたら事故するのと一緒で、飛行機乗ったりするのと一緒で多少のリスクはあるけども、じゃあ原発があるからってそこを破壊するような侵略してくる国が破壊することはありえないじゃんっていうふうに考える人の二極化がこれからどんどん進むとは思ってて、でやっぱり原発があった方がいいよねって思う人の方が増えてる傾向にはあると思う。世界的に見てもいわゆる極右がどんどん今世界的には支持されていってるでしょ。それはやっぱり自国のことを自国で守らなきゃいけない、アメリカバースだってトランプさんが言ったように、もう他国と貿易してるからそういうことが起こるから、自国の中でエネルギーを作らないと攻撃されるっていう考えの人がむしろ俺は増えてると思うんやけど、それはどうなの？だって令和新選組の支持率が 0% になってるからそんなの明確じゃないのかなと思ってるけど、まあ非常に難しいところだと思います。議論の余地が多いなと思いますけど、まあ、私も今までいろんな方 の意見聞いてますけども、納得できるようなご意見って聞いたことない。こんなん納得なんか絶対できへんよ。今のウクライナ
ロシアのウクライナ侵攻を止める方法がありますかっていう疑問に等しいので、最後はもう多数決でやるしかないのよね。まあ、ロシアにしろ、北朝鮮にしろですね、まあ、友好国の場合は、まあ、やりかねないだろうなと。まあ、要するに核兵器は使わなくても核兵器と同様の被害をその相手国に与えるということができるというようなことを戦術として、まあ、選択するだろうなって、そういうふうには思ってます、ね。うん、だからもうそれをされたらもうどうしようもできないよね。だって核施設がなくてエネルギーが枯渇したら、じゃあ日本人どうするんですかっていう話になるわけでしょ。だからもう自ら死にに行くのか、もう攻撃されたら死ぬのかっていう選択ぐらいになるんじゃない。だってこのまま核いわゆる原発再稼働しなければもうアホみたいに価格が上がるわけでしょ。材料、いわゆる燃料がね、そんなものが上がったら日本の商品って製品って外国に売れますかっていう順番になってくるわけよね。で、まあこれだけ資源を外国に頼ってる我が国からして原発再稼働をしないなっていうことによって、もう国民のそういう生活耐えれんのかなと思うのよね。国民投票案件ぐらいのことだと思います。いや、国民投票案件というか、多分もう次の参議院で一発で決まるんじゃない。もともと再稼働した方がいいっていう方が圧倒的に国会の中には多いんですよ、議員はね。それは分かるでしょ。で、国民の中には半々ぐらいにはなってると思う。で、それはなぜかっていうと、勉強すればするほどやっぱり核っていうか、その原発使わないとこの国の国民の豊かな生活守れないっていう結論に至るのよね。そこはもうどうやったって。そうすると国民にある程度嫌われてもそっちに舵を切らなきゃいけないっていう判断をやっぱりする政党が支持され、やっぱりガチになるよね。もうだって今ドイツが完全にそうでしょ。もう自然エネルギーの方に舵切りました。ロシアから天然ガスパイプライン海の下まで入れていきました。もうあれをやったからウクライナが今度ある意味起こった部分もあるわけですよ。ウクライナ飛ばしてるからね。ウクライナが自分たちの陸続きでガスを出さないということは、いわゆる関税とか障害代もらえなかったわけよ、通行料。もうそういうのもあって、あれウクライナ側にもゼロ、絶対ゼロじゃないのよ。ウクライナ忘れようと思わないけど、でもそれをドイツ側がそういう形で原発を減らそうってやったらこのような事態になったから、まあドイツはやっぱりもうあそこ経由で武器も送るまで早急に判断して、やっぱり原発再稼働しようっていうに一瞬にして世論が変わってるわけよね。だから田中君が危惧しているそういう日本の原発について、まあ相当反対する人たちは出てくる、反対する人たちが大声を出すことは間違いないだろうけど、そんなに多数ではないんじゃないかなと思ってるけどね。もうとにかくだってそんなもう隣の国とかがもう怒り出してこっちに攻撃してたらほとんど終わりやで、終わりでしょ。でもやり返せたら終わらない可能性はあるじゃん。いわゆるいじめっ子が、いじめられっ子が、まあ、いわゆる弱いやつがもういじめがかかってきました。弱かったら 100% 負けるじゃん。もう負けないような力を持っていれば攻撃されてもやり返せるっていうのが、やっぱりそれは残念ながら多くっていうか、まあ、少なくとも半分以上の国民そう思ってるんじゃない。俺はそう思うけどね。いわゆるガンジーみたいに右殴られたら左殴らせろっていうのは、自分ができても自分の子供とか愛犬とか他の命をやっぱり命張ってでも守ろうとするのが人間なので、その自分だけが死ねばいいとかだったらまだ諦めるだろうけど、まあ、このまま放置したらもうウクライナの人見てたら分かるじゃん。もうこんな降伏したらとんでもないことになるから、もうとにかく必死で自分が死んででも国を守ろう、それは家族を守ろうっていう人があれだけ多くいるのは、まあこれはね、人間が愚かやなとしか思わへんけど、まあ、少なくとも我が党としてはもう完全にそういう極右的な政策で舵を切っているので、むしろ追い風だとは思ってるけどね。まあ、これで追い風で喜ぶつもりは全くないけど。